優しい感じの品物を合わせる傾向にあります。はい、皆さんこんにちは。布施泰京染店の布施と申します。今日はですね、秋の本領シーズン近いということで、コーディネートについてお話ししてみたいと思います。例えばこちらの訪問着、今からですねお呼ばれなんかで着ていく機会があるかもしれませんが、最近の合わせる帯はですね、比較的よいしょ、こういった優しい感じの品物を合わせる傾向にあります。私がこの仕事を始めた平成一桁だと、こういう濃い色の帯を合わせたことが多いんですが、最近は同系のこういうような優しい帯を合わせてフォーマルシーンにという方が増えているような気がします。はい、特に9月から9、10、11の3ヶ月間ぐらいは、お呼ばれフォーマルシーンに、こういうお着物を着て出ていくことが増えると思いますので、帯揚げと帯締めはどんな色を合わせたらいいのとか、あとは、こういう席に出ていくんだけどどういう着物を着ればいいですかなんていう質問をですね、ぜひ気軽に、SNS のメッセージでもいいし、閉店のメールアドレスでもいいし、ホームページからでもいいし、布施泰京染店にお尋ねください。